じゃあなんだっけな、今日は、いや、だからプラスチックバッグがさ、どんどんダメってなってってさ、もうやっぱさ、一部の人たちは欲しがるやつがいてさ、で、そこにやっぱ業者が嗅ぎつけてさ、いや、やっぱ需要があるなら供給、なんかこう、マフィアの禁止法じゃないけどさ、やっぱ、いるやつがいるなら金になるなら作った方がいいよなってなってさ、最終的になんかプラスチックバッグを密造する業者ができてくんじゃないかと思って、今後。プラスチックバッグっていうのが多分俺分かんない。どういうもの？レジ袋みたいなやつ。あ、レジ袋、あ、レジ袋ね。レジ袋ってでも、あれ普通に売ってくれるよね、今ね。今売ってくれるじゃん。あ、この先？この先、もうこ売らのな先。い。もう売らないし、作ってもダメってなった時に、やっぱ闇プラスチックバッグが横行するんじゃん。でもそれ小泉環境大臣が上に行かない限りは、もうそんなそ国にはなら、ことにはならないでしょ。うでもあれ、あと、袋をどうしてる？袋は毎回、なんかいる？なんかどうしてるか決めてる？俺もうガンガン使ってる。俺も基本的にいるっていう。でもなんか聞かれるじゃん。なんかさ、サイあ、ズいとか。るね。あれ？困る。結構サイズ悩むよね。サイズ困るね、あれ。あれ確かね、一応、なんかほら、5、大体3円と5円か。あるね。で、その2円の差で、まあ、一番大きいので5円で大きい袋にするかっていう。そうだよね。3円。そうだね、袋。で、それで、そっか。それが近い将来。でも、多分、あれだよね。もう、普通に使う、大したことないんでしょ？あれって実際は。なんか、環境負荷は。最初はこっちないし、なんかあれこそさ、なんか鶏が先か卵が先か的な感じでさ、欲しい人がいるから作ってんのか、あるから使ってんのか、だってさ、俺がさ、使うのを控えたところでさ、製造されてる事実は変わらないじゃん。そうだね。100電万話して枚いっさ、て。前もって電話して、あ、僕は来月10枚でって言って、来月10枚ですって。あ、わかりましあ、そた。れいいね。10枚ですね。はい、もう、変更聞かないですから、多めに入れた方がいいっすよって。じゃあ11枚にしときますか。じゃあ11枚。来月11枚ってみたいな、そういう、厳だ。密な話。完全にね、発注セッションに受注してた。そうやったらね、いい、なんていうか、まあ、重要だよね、オーダー来て。確かに。なんでその案出ないんだろう。それプもラなスんチッか、クバッグ受注生産。もうさ、違うんだよ。そしたらそいつ、もうマイバッグ持ってばいいだけだから、そこまでできんなら。そこまでできんなら。確かに。確かに。でも実際それで言うと本当にさ、もう袋をさ、もうもらえないってなればさ、みんな考えるじゃん、やっぱりそのさ、そうそのだ選よ。べちゃうじゃん。では、2、3、2円、3円とか5円とかさ、買えちゃう額で言うからさ、あれだ分かっけた、俺ど、もそれ思った。なんかもう高1000円くとせかばいいね、の、もっと。そう。1000円とか言われてさ、じゃあ、いらねえってなるよ。で、だからみんななんかなんとかこう、段ボールはただっていう風潮があるじゃん。なんかスーパーの。確かに。あ、段ボールで使えばいい。そう。でもまあめんどくさいスーけどね。パゴーミで。持って帰っちゃうから、家まで。でも、まあ、なきゃないで、ない方、なきゃいいんだよね、単純に。なきゃないで何とかするっしょ、みんな。で別に、大したことないって言うからね、実際あれだって。あれでしょ？材料だって。なんかそんなに悪いもんじゃないんでしょ？あれ自体は。そうなの。なんか、結局、
あれが海に廃棄された時に海洋生物に引っかかっちゃうとかっていう、そういう別の弊害はあるけど、実際のなんか、なんだっけ。あ、でもあれよく言うよね。なんかマイクロプラスチックとか言って、こう、海に細かいプラスチックが入ってて、はいはいはい、魚がそれ食ってて、うん、それを俺らも食ってるっていうのは気持ち悪いよね、なんか。そうだね。それはある。でもなんか、でもそれレジ袋に関わるだけの話じゃないみたいだけどね。実際、レジ袋って全体の何、本当に少ないらしいよね。うん。その話はある。また最近ちょっとエコっぽい話ばっかりで申し訳ないんだけどさ。いやエコっぽい話ばっかりで申し訳ないってのやばい。なんか、食品ロスあるじゃん。フードロスっていう。はいはいはい。うん。あれはもう概念と言っていいのかわからんけど。うん。あれさ、まあ、食べた、まあ、この間出た、まあ、マクドナルドのさ、あの、お供え物マクドナルドみたいじゃんっていうやつ。あれからまあ発生して、うん、でさ、まあお供え用と備え前がさ、うん、あれはこう、あとそれをさ食べようが食べまいがさ、うん、あれはこの世界に置いておくと、このうんこになるか土に帰ったりして燃やすかなんかして、うんうん、結局地球に循環していくわけでしょ。そうだね。だよね。ってことはさ、うん、フードロスって存在しないんじゃないと思わない？な、確かに、確かに、確かに。お前がフードロスは存在しない。うん。口、その要するにまあ、もったいないっていう気持ちはあるけれども、うんうん。うんこになるかならないかの違いで。だから多分、フードロスは、生産されたそいつ自体がロスされていくよりは、むしろ、あもうその最初の工程だよね。だからさっき言ったその受注生じゃなきゃダメだよね。弁当も。いや、本当にそれだよね。だから受注生産。もう受注生産で、まあ、あの、政府かなんか、その、中央食品センターみたいなところに、わかんないけど、電話して、あの、来月はサンドイッチを10個と、お弁当3個、あの、出しますみたいな。それをしない限りは、ってことだよね。そうそう。それをしない限りは、結局なんか多く作っちゃうよね。要はそうなんだよね。作ってる側が作って、でそのフードロスってなんか、であれはさ誰に言ってるかってことだよね。フードロスをあの言ってる対象が作ってる弁当作ってるメーカーに、ほらお前らいっぱい作ってもったいないって言ってればいい、うん、いいんだよね。そうだったら、ほらもったいないお前ら弁当こんなに残し作って、このだよ、それってだから作ろうが作らまいが楽しいっけ。それは作ろうが作らまい。でも俺はそう思ったんだよ。その捨てようが捨てられようが食おうが、あそうそうそう、捨てられようが食おうが、じゃあ作るその前、作るのはダメ。確かに作るのはダメ。そこだよね。じゃあ言うならば、あとフードロスっていうと、なんか、アウトプットしたもののロスを考えるかそうなっちゃうんだけど、うん、そう。その一個前を、なんか言えないんだよね。そう、一個前の話なんだけど。そうだね。フードロスは、そう、一個前のことを言えばいいんだよな。だから、国民に言われても仕方ないね。事業者側に。そうなんです。作った方だよね。それか、その、さっき言った予約制？予約制。でもなんか結局さ、農家もあの、結局野菜とか米とか、あれもなんか J 農協とかにコントロールされてて、なんか値段が上がっちゃうから、作りすぎたら、処分するとかいろいろあるもんね。うん、ああ。でも作らないと、値段が。そうそうそう、多分、価値が上がっちゃう。値段に出さなかったらもったいないとかさ。うん。物価が変わってくるからね。なんかさ、俺がそのうんこの話で思ってさ、うん、うんうんうん、そういうことを考えているやつにいんのかなと思って調べたらいてさ、はいはいはい、なんかブラジルのジャイル・ボルソナロ大統領っていうのがいて、
そいつが、その、記者に、アマゾンの森林伐採、国民貧困、環境保全を同時に解決できますかっていう問いに対して、そいつが、これめちゃくちゃ叩かれたらしいんだけど、人々は少し食べるのを控え、大便を毎日でなく一日おきにするだけでいい。そうすれば生活はずっと良くなるだろうつって。要するに、うんことかバイオガスが出るから結局お前らのガスも出るじゃんつって。だから、うんこも減らして食うものを減ら、食べる量を減らして作る量も減らせばいいんじゃねみたいなこと言って。そしたらなんかこいつ行かれてるみたいになったらしくて。でもちょっと理にかなってんだよ。確かに、うんこのメタンガスがさ、温室効果あるなら、人があんまりうんこしない方がいいよねっていう。あ、それでもいい話だね。なんか人とうんこの関係っていうのは、確かにあんまり言われてこなかったけど、そうだね。そっち中心で考えてもいいかもしれない。牛のゲップがメタンガス出るとか言って、なんか牛を食わないようにしてるとか言ってて、なんでお前らのうんこはなんか棚にあげてんだよって感じ。なるほど。なんで牛を減らして思って。しかも、何がいいって、その多分うんこをコントロールしようと思ったら、相当健康に気づかなきゃいけないんだよ。確かに。その、食生活から健康が、相当、コントロールしないと、それをできないから。っていうことは。うんこ規制法みたいなのができればいいんだよ、じゃあ。うんこを、規制していく、うん、国がコントロールしていく、人のうんこ。じゃあ、あれだな。肛門かなんかに IC チップ入れて、そいつが、アプリの管理で、要は、じゃあ1日に、あ、総量かな。回数はいいか。回数はいいけど、総量みたいなこと。うん。あ、で多分分かった。しかも食品はさ、全部さ配給にすればいいんじゃない。決まった量。好きなものは食えないんだ。食えない。あ、まあちょっとルーティーンで入れてくれるの、その月火水木で、あなたは木曜日好きなものがメインに1個ある日。でもあとはなんか選べないみたいな、結構。週1はいけるもん。まぁ、ちょっとこれ今、要素がいっぱい出たな。それは何その、うんこを規制するため。別で、うんこはうんこ問題だよね。で、多分こっちの食事の方は、フードロスっていうかその、あ、世の中に出た。フードロスからちょっと離れてる。その、でも多分食べ物、でも、食べ物を多分それはいいと思う。みんなに強制的に週に1回は、多分例えばもう今年ピーマン異常にあるから、チンジャオロースを絶対週に1回全国に食わせるみたいな、そう感じで、強制で食わせる。週にもう強制でね、食わせるのはあって、まあ、それはそれで、まあ、それはなんか食材の効率のいいもんだとして、でその向こう、そのやっぱうんこを出していい量。そう。食べ過ぎるやつがやっぱいるからさ、そいつらはやっぱ規制してがる。あ、じゃあやっぱり税金じゃない？うんこ税。うんこ税と。あ、それすごいね。うんこ税。でしょ？課税すればいいんだ。課税すればいい。そう。やっぱいっぱい出すと、そうなんだ、やっぱ累進課税ね。うんこの微信課税。排便課税で、その、かっこよく言うと排便課税で。いっぱい出した人はいっぱい取られる。そう、いっぱい出すと。だから、いっぱい出すことがステータスになってくるの、そうなってくると。その確定申告みたいな国から来たときに、あなたの総排出量みたいなのがあって、そう、うんこの総排出量が何トンとかって出て、うわ、こんなに出してるわっていう、その、うん。所得番付とかバッチも。うんこの。勲章。バッチもらう。めっちゃすごい出して、税金納めてんだみたいな。支持報奨とかもらったりしてる。功績。
としても称えられてるっていう。あ、でも排便税よくね、排便税いいね、確かに、うん、そうだったらみんななかなかそんなに食わないようにするんじゃないか。あんまあげたくないからな、その、うん、ちょっと税金で、やっぱその脱税するやつもいる、脱税も、あ、いる。どうやってやるんだろう、いる、トイレじゃないところ、 あれだ。でもこれはおそらく肛門に取り、国民が強制的に肛門に IC チップを取られるから、で肛門を通過するとバレちゃうから、過食嘔吐みたいに食べるんだけど指突っ込んで吐くっていう、ああ、そういうやつ出てくる。これを過食嘔吐のことをもう脱税っていうっていう。これまたやべえ話できたな今日も。どんな過食嘔吐が脱税ってやばい。どういう方程式だよこれ。それ遡るとこういう話してましたっていう。そうそうそう。でも理論的だね、話の筋は通ってるな。そう、そんなに温室効果を減らしたいならね、それぐらいまで。だこの話やっぱり問題はやっぱり国民全員のケツに IC チップ埋め込めるかどうかってとこだよね。そこだ、うわ、リアリストだね。でこれをやらないと、これやらないと絶対無理だから。その人みたいに言う、それを推進してる人みたいな。これはだってもう、だってそれやんなかったら一人の国民が排出する便っていうのが、のアジェンダだから、それは本当に、だってノグソとか、その要はさ、その肛門を通過することで排出量を決めないと、もう嘘、自己申告になっちゃうと、やっぱおかしいから。そうだ、確かに。だからそこだね、本当に IC チップがなんかケツから通過するものっていうのを測るっていう。で、ね、やっぱりワクチンでもね、打つっていうと、反対派も出てくるから、その副作用がこうだっていうのから、やっぱケツにそのね、あの IC チップ埋めるっていう時のその陰謀論も出てくるから。出てくるね。そんなの埋め込んだら、そんなの埋め込んだらよくない、いや、よくないわみたいな、それはそうだわ、ね、いいことはないわっていう。むしろ陰謀論でしかねえわっていう。なんかあとあれだろうな、なんか電気カーペットでちょっと変な電気発生して怪我するやつが出てくるよ。熱と電気と肛門がさ、 IC チップがちょっとあの不具合を起こして、あの、うん、クーリングオフ出てくる、きっと。これカーペットの、カーペットの肛門のクーリングオフ。肛門、で多分こう結構こうワクチンみたいな感じで、こうみんなでこう一斉に集まってカジュアルにこうピッて入れて一回で終わると思うんだよ、もう。中心、ね、こう金属片みたいなものをピッて入れたら一回で終わる感じで、こう流れ作業でやってって。それがいいけど。んで、そうだね。まあ、でもさ、これやっぱり脱税できちゃうのはさ、これやっぱこう宇宙人の力借りなきゃいけないんだけど、やっぱやるんだったら。宇宙人にこう拉致されて金属片埋め込まれた人って、なんか人間が医学で取れないとこに入れんだって、あいつら。そんな場所があるの、逆に。それ考えると、やっぱほら、みんながチップケツに入れたって、それさえ取っちゃえばさ、脱税できるわけじゃん。そうだね。それのなんか、そう考える、自分で強引に取ろうとしたやつの事故とかもあるよ。ここで一個問題があって、そうするとさ、そのセンサーを使って、でも適切なある程度の量でないと、一回もしないとおかしいじゃん。確かに。そこなのよ。で、流行ってくるのが、なんか人工の、そういう、あの、物体、その、仮想血みたいなものがあって。ああ。その仮想血に自分に埋め込まれたチップを移すわけ。なるほどね。で、その仮想血から粘土状のものが、
適切な1年間で疑われない量を最小限出す。疑われない量、ね、そう。で、それが中央集権、中央政府に、その、一般成人の怪しまれない最小量を、提出すると。で、自分はもう大量に出し放題と。なるほどね。うわ、これ先にもう仮想血作ってもいいね。仮想血って何なんだよ。でももう仮想血をも保持することも、あの生産することも罰せられるから、もう、それはもう裏の取引だよ。やっぱりその。裏の取引。裏の取引だよ。もう、うっかり、車の中にトランクルームに仮想血があったらもう逮捕されるからね。確かに。これなんだこれはっつって。でもスイスでは持っていいんでしょ多分。合法の国もある。仮想血が合法の国もある、やっぱ。合法の国もある。いや、そのさ、人間の運、なんか動物のせいにするの嫌なんだよな。おぉ。家畜とかの。嘘じゃん。もうあれだよ。嘘じゃん。ヒゲ面でそういうこと言い出したら、もうそういうおじいさんもなってくるよ、もうそういう。ああ、もうそっちの人。そっちの人ではもう人間が悪で動物の側に立つっていう。いや、そういう人。GW なんとかみたいな、なんかわかんないけど、なんかそういう。CW ニコル。